正直な感想、やっぱりきついね。やっぱり今、こういう若い選手がものすごい勢いがあるし、それをもう僕は食い止めるっていうことしかまだできないようなね、本当にようものすごいアメリカに行って成長してたし、やはりこうシングルでやっても僕はシングルでどうかなって言ってたけどね、やはり向こうで長年やってただけあるし、さすが新日本の若手ですよ。今は若手じゃないけどね、もう今はもうベルトも取ってるし、立派なこれからジュニアを引っ張っていく一人です。本当に今日は僕が勉強させられたというかね、タイガー立てよっていうようなね、やってみようっていうようなことをね、彼に試合の中で言われた気がするし、まあ、本当に冗談でもなんでもない、お世辞でもない、素晴らしい、やはり今のチャンピオン先生に本当に行くだけのものはある。ただ、俺も彼を止めてる、そして IWGT のタッグの金丸も止めてる、別に俺に挑戦権が来てもいいんじゃないかな、まあ会社はどうせ組まない、分かってるけど、なんで組まないか言うよ、俺とライガーさん、何度も言う、取れるから、じゃあまた俺たちが取ったら面白くないっていう、どうせ思うんでしょ、それならそれでいいよ。ただ、俺は何度も言ってるように、タイガーマスクとしての殺伐とした、そして斬新な厳しい試合をしていく、それだけです。ただ、今日の傭兵、傭兵じゃねえ、傭兵、素晴らしい、以上です。ああ、しみたよ、ああ、しみたぜ、タイガーマスク、ああ、やっぱり強いよ、ああ、ああ、ああ。負けたよ、エモいね、タイガーマスクはエモいよ、まだいっぱいだからさ、まだいっぱい、また次いい風吹かせるよ。